皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は9月16日月曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。もし桂葉が司法の独立を守るため友和を移動させたなら、寒河江幹事長と同じように自分も権力者として司法に介入していることにならないかな。穂高先生の君もいつかは古くなる、常に自分を疑って立派な出がらしに、この言葉を聞いていない桂葉、団子も食べに行かず一人で考え続けているのが良くない方に出ているのかも。光一さんが友和の寸に騙されずに、ちゃんと彼の悔しさ虚しさに気がついて寄り添う姿に感動しました。念願だった弁護士になったひゃんちゃん、それを支える塩見さんと母と同じ夢を持つ薫、仲睦まじい塩見一家を見て、本当に最後はいい方に流れていくわねと梅子さんが微笑みました。このセリフ、かつてひゃんちゃんが朝鮮へ帰国する前にみんなで行った浜辺のシーンで、どれも最後はいい方に流れて今日もきっとそうなりますというひゃんちゃんのセリフのアンサーでしたね。本当に最後はいい方に流れていくわねという梅子さんの言葉は、夢をつかんだひゃんちゃんだけに言っているのではなく、大化けを去り自分だけの人生を歩む梅子さん自身にも同じことが言えますよね。家族との関係を解消し、トドロキやヨネさん、そして道親大五郎と家族になった梅子さん、本当に良かった。さらには大きな問題に悩む智子に対しての予言にもなってほしいと願っています。僕以上の相棒はいないだろうと自信たっぷりの塩見さん、確かに8年に及ぶ原爆裁判に向き合い裁判長を務めた塩見さん以上の人材はいませんよね。頼もしいな。法制審議会が始まる前にタッキーの写真を取り出して頑張るよと言わんばかりのライアン、滝川さんの言葉を胸に反論する智子と、そうだそうだと参戦する小橋と稲垣、滝川さんはこの場にいなくとも彼の意思を継ぐ者たちがいる、法務省の役人は手ごわそうだけど、滝川さんと共に敗戦後の司法界を支えたライアンと教え子たちがきっといい方向に流れを作ってくれるはず。由美ちゃんが雀荘で働くという知らせを受け微笑んだ智子、やや引きつったようなその表情を見て、なるほどとつぶやく光一さん、大学を辞めたいという由美ちゃんの背中を押した手前、不安要素があってもそれを言い出せない智子に対するアピールでしたね。確かに若い女の子が夜中に雀荘で働くのは心配ですよね。どうなるの？智子が雀荘で働く由美ちゃんに対して何も言えなかったのは、もちろん大学を辞めて新しい道を探すことに賛成した手前もあるけれど、自分自身の過去の経験が効いていますよね。智子の身を心配するあまり、仕事を休んでと言った穂高先生に激怒したこと、新潟で高瀬さんたちの結婚に口を出してしまったこと、親として口を挟みたいけれど個人の尊重を第一とする智子はその狭間で揺れ動いてしまった。その全てを悟った光一さんのなるほどだったのかなと思います。今日最高だったシーンは、道夫がお客さんとしっかりコミュニケーションをとっていたところ。接客ができないからと笹寿司を告げないと言っていた道夫でしたが、大五郎をお客さんに紹介するなど頼もしい成長を遂げていましたね。自分を育ててくれたおっちゃんと同じことをしているようにも見えますし、梅子さんに教えてもらったようにも見えます。
道夫の成長イコール火災の存在理由になっているのが本当に素晴らしい。久しぶりに東大のマスターが映りましたね。敗戦後に戦災孤児たちの世話をしてきた轟と米さんですが、思い返してみると田舎から出てきた幼い米さんが身を寄せたのもこの場所でした。血のつながらない人たちにも寄り添うマスターがいたからこそ今の米さんがあり、マスターこそが東大だったんですね。マスターの店東大なのに地下なんだよなぁとずっと思ってたんだけど、どん底にいる人の東大であって、これ以上下に迷い込まないためのセーフティーネットなんだな。依頼者が必ず階段を上がって地上に帰っていき、その様子を米さんや轟が下から見送る。ミーコさんも笑顔で階段を上がっていってほしい。かつて智子が記者会見で啖呵を切った、困ってる方を救い続けます男女関係なく、滝川さんが道夫にかけた家庭裁判所は愛の裁判所だ、困っている者には必ず手を差し伸べる、罪を罪として切り捨てるのではなく、その先に寄り添う場所があることで司法は完成するのかもしれない。梅子さんの団子を美味しそうに頬張る智子の姿がかつてのかつらばと重なりましたよね。大変な仕事の合間にこうして美味しいものを食べる、そこで活力を得ていたはずなのに、今は団子を食べる時間もなさそうなかつらば、彼が笑顔で好きなものを食べる時間は再びやってくるのでしょうか。法制審議会は法改正が本当に必要なのかを議論する場なのに、法務省から一方的に法改正しろとアピールされては何も話が進まないよ。被告のいない裁判で有罪にしろって原告が一人で訴えているようなもの、そんなのでは判決が出せないじゃないか。雀荘で働き始めた由美ちゃんがその腕を見込まれてプロ雀士になる未来、さすがにないかな。虎に翼麻雀裁判編として来春あたりに映画化してほしい。もちろん永遠のライバル役はのどかでお願いします。スモ、あの時に上がれなかった中連ポートよ。こんなセリフがあったらしびれますけど NHK さんお願いします。まあ絶対無理ですよね。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。